はい、はい、先生、はい、めっちゃ並んでますよこれすごいよ、よく並べたよ本当に、はい、はい、よくステップ打ちとか、はい、連続打ちとかっていうのはあると思うんですけど、今日はちょっと、はい、面白く、うん、100球連続打ちやってみたいと思います。100球並べました。100球です、はい、結構意外と早く並べれましたね意外と早かったですね、はい、でまあ、通常は、まあはい、3球から5球ぐらいにマットが乗る範囲でやることが多いと思うんですけど、そうそう、大体この1列ぐらいは見たことあります、うん、今日はですね、ちょっと、まあ上級者ということで、はい、さんちょっと100球いきたいと思います。うわで、まあ、100球って言ったら、はい、多分その今時のね、YouTube のあれやこれやなんとか理論とかね、はい、雑誌のなんとかなんとか理論っていうのは、もう多分消え去ると思うんですよ。間違ってないですからね、うん、間違ってないですから、そう、間違ってないですけど、はい、ただ、考えすぎちゃってるんで、あ、そうか、ちょっと今回は、はい、無心になれる球数でいこうかな。なるほど確かに。もうその100球途中から多分何も考えれないんじゃないかと。そうか。あ、じゃあもう何か意識して打たんでもいいってことですか。それ逆に、はい、意識しないでほしいです。はあ、なるほど。で、この連続打ちのいいところっていうのは、はい、まあ、結果的に歩きながら打つので、うん、常に体がこう、はい、動いてるんですね、はいはいはい、だから足をフットワークを使って体幹を自然に使えるようになってるんですよ。そういうことね、はい、でもそれは何も考えんでもそうなってるってことですね。そうです、リズムも良くなるし、で、はい、逆に言うと連続で打つんで、はい、無駄な力とか、無駄な動きが入ってると、はい、連続で打てないんですよ。確かに、連で綺麗に当たらないってことですね。その通りです、まあ、意識するとしたら綺麗に当てるは意識した方がいい。それも考えなくていい、まあ、最初その、まあ、いきなりやるんでね、はい、いきなりナイスショットっていうのは難しいと思うんで、はい、まずはちょっとまあ無心で打ち続けましょうか、スタートしていいんじゃないかなと思います。了解です、はい、じゃあやってみましょう。とりあえずやってみましょう、はい、はいはい、では、いきますか。はい、ではやってみましょう。はい、はい、スタート。はい、いい感じ、はい、もうあれば、もうちょい気持ち、体ねじって、はい、そうそうそう、はい、ねじって、OK、OK、そう、はい、手打ちなんで、しっかりねじります、はい、OK、ナイス、いいですよ、はい、まあ、これ、こっちの方がいいですよ、ダーッと、はい、はい、こう、ダーッと、はい、OK、はい、OK、そのまま、その、はい、そのリズムで、OK、はい、OK、ねじって、はい、リズム、リズムです、リズム、リズム、はい、はい、はい、ねじる、はい、ねじる、OK、ねじる、浅くなってきた、浅くなってきた、はい、浅くなってきた、しんどいよ。ねじる、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 はい、ねじる、先生、ねじる、ねじる、ちょっと、ね、しんどい、ちょっと、はい、頑張れ、はい、頑張れ、まだなって、手打ちになって、手打ちになって、手打ち、ねじる、はい、締めていきましょう、オッケー、はい、ねじって踏み込む、はい、手打ちになるよ、はい、はい、はい、疲れてきた時こそ体に振る、はい、足に戻る、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 戻る。Yeah.
踏み込む。踏む。よいしょ。OK。はい。濡れてないよ。リズム。リズム、はい。濡れてない。リズム。OK、濡れて。はい。OK。はい。テイクバック。はい。テイクバックしっかり。OK。そう、テイクバック頑張る。そう。OK。OK。ラスト、ゴー。うん。でしょ、はあ、めっちゃびっくりした。今理論考えました。何にも考えてない。それです。ああ、そうか。そう、無心です。いや、ちょっと無心すぎた無心すぎた。ああ、しんど。ねえ、そしたら、はい、ね、今何もないじゃないですか。何にもない。はい、ほら、一発打ってみてください。わかりました。もう理論とは何もないですから。単純にしんどい気がするか。いきます。おお、当たったいや、思ってるより触れた。はい、なんかボケんのかなと思った。いやびっくりした。当たると思わへんかったから。まあでも、ちょっと疲れはありますけどね、はい、そんなにこう、無駄なことは考えずに、はい、体で触れるようになると思う。スピードゴルフみたいになってるめっちゃ走って打つやつみたいな。まあそれぐらい無心になりました。まあちょっと今日はちょっと大げさにねやりましたけど、はいはいはい、大げさにやりましたけど、はい、やっぱりスイングの基本ってやっぱりこう足、フットワーク、はい、体幹が大事なので、こう動かしながらスイングするってことですね。そうですね、うん、やっぱり皆さんこう考えてるとこうじーっと止まって、こう上半身の動きばっか考えちゃったりするんですけど、はい、基本的にやっぱり足、体幹、ここをこう常に動かしながら、な動かし揺れながらスイングしてほしいんですよね、はい、うん、これこんなやる必要ある先生。いや、ちょっと僕もやってみたらどうかなと思ってますけど、はい、100球はいらないかもしれないですよね皆さん、もし練習場でやる場合は10球で十分ですか。多分並べられないんで、あ、そう、本当に3球とか4球とかでいいんで、もしやるか場合は周りをね、ちょっとちゃんと見ていただいて、危なくないかって確認してもらってからやってほしいんですけど。そうか、怒られますもんね。3球ぐらいでいいと思うんで、はい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 、連続して打ってもらえると、はい、体幹とリズムもね、リズムも良くなりますし、体が使えるようになるんで、はい、ちょっと悩みすぎてる方はぜひちょっとこれ試していただきたい。お願いします、はい、めちゃしんどいありがとうございました。